今日は新機能が大量に追加された。スノの新しいエディット画面を解説していくよ。この新しいエディット画面は曲のデータをかなり自由に修正できるようになったよ。まずは初歩的な使い方として、イントロの長さを現在の半分にしてみるよ。画面に薄く白い線が引かれていて、画面上部に小さい数値が記載されているね。これは小節線ではないよ。小節線ではなくて拍の数を示しているんだ。数値の1から数値の5の間には 5-1 で4拍の長さがあるって意味。拍というのは音楽の長さの単位で、手拍子を叩くタイミングのことだね。そして音楽はあくまで一般的にだけど、16拍を1単位とする構造が非常に多い。曲を大きく修正するような場合は最初に16拍単位で区切っておくといいよ。ただスノは結構テンポを誤認識する。この曲もテンポを2分の1に誤認識されたよ。テンポを2分の1に誤認識された場合は8拍で区切るのが正解だから注意してね。区切りたい位置で右クリックをしてスプリットを選択するとパートが分割できる。イントロパートを4つに区切ったよ。イントロは8拍 ×4 個で32拍の長さだった。イントロの長さを半分にするなら4個のうちどれか2個を消せばいいね。どの2個を消すかはいろいろな考え方がある。実際にやってみるから聞いてみてね。まずは後半の2個を消してみるよ。右クリック、デリートの操作で簡単に消せる。朝が来るまで。次は前半の2個を消してみるよ。元に戻すボタンがあるから簡単に元に戻せる。前半の2個を消す場合はフェードインをかける方法もあるよ。朝が来るまで。最後に一番テクニカルな方法、中間の2個を消してしまう方法もある。ここからがちょっとテクニカルなんだけど、つながる部分を動かすと自然になる場合もある。今は前半8拍、後半8拍。これを前半10拍、後半6拍にしてみる。これはもっと不自然になったかな。次は前半12拍、後半4拍にしてみる。なんと音量調整までできちゃうよ。区切ったパートごとに音量を変えられる。朝が来るまで。今の実例を見ても分かる通り、新エディットは本当にいろいろなことができる。音楽制作ソフトを使い慣れている人はかなりいろいろな遊び方ができるはずだよ。逆にそういう経験がない人にとっては機能が多すぎて慣れるまで大変かもね。今の実例では使わなかったけど、もちろんコピーペースト機能もあるよ。例えばイントロ部分を全部コピーして
間奏やアウトロで使ったりできる。そしてさらに細かいコピーを使って曲のアレンジができたりもするよ。次はコピーペースト機能を使ってイントロをちょっとアレンジしてみようか。3回鳴る決めの2回目の部分で区切ってコピーペーストで2倍にしてみよう。単純にコピーペーストでやってもいいし、デュプリケートを使っても同じことができるよ。デュプリケートは選択部分をコピーして直後の部分にペーストする動作をする。これだと8拍が11拍に増えて不自然。代わりに最後の部分を3拍減らそうか。応用として5回を6回に増やしてみるよ。決め6回は本来9拍になっちゃう。最後の2回を半拍削るのがいいかな。普天四分音符から四分音符にするってこと。朝が来るまで。リズムはともかく音程が変かな。最後の2回は逆にしてみようか。自由に入れ替えができるからこんな風にいろいろなアレンジができるね。朝が来るまで。コピーペースト機能を細かく使うともうほとんど作曲に近いことができる。いわゆるクラブミュージックの世界ではこの手法を多用して音楽が作られている。私もこの分野に敬意を表して今回の BGM はコピーペーストを多用して作ってみたよ。このピアノソロ部分のピアノの音は全部同じ音で、それをリズミカルに並べただけ。もう AI 作曲でも何でもないけど素のでできることではあるよ。次は音量について話そうか。エディットでは範囲ごとに音量を変更できる。音楽における音量の話は非常に重要で、語ろうとするとかなり複雑な話になる。だから詳しい説明は省略して単純に音量の限界についてだけ話すよ。音量の加減はもちろん無音になるよね。じゃあ音量の上限はどこにあるのか。このカラフルな箱の上下のラインが音量の限界値だと考えるといいかな。そして波形、黒いギザギザの部分が現在の音量ってことになるよ。それじゃ実際に音量を操作してみて曲がどうなるか聞いてみようと思うけど、実例を聞く前に注意しておくよ。この後のテクニックは気軽に使わないでね。音量の限界を超えて音量を上げるからとんでもない音量の曲を作れてしまうんだ。この動画では再生する音量を調整するからうるさい音は鳴らないので安心してね。光の粒が踊り出す。まずは音量を限界まで下げるとどうなるか。これはまあ普通に無音になるよ。じゃあ次は音量を限界まで上げてみよう。どの程度まで音量が上がるのかな。光の粒が踊り出す。指先触れるその瞬間。こんな風に音量を限界まで上げてもそこまで強烈な音量にはならないけど、このエディット曲をセーブしてみよう。右上のセーブアズニューソングボタンを押す。これでエディットした曲が生成されるよ。音量が変わっているか確認しようか。光の粒が踊り出す。指先触れるそのじゃあこの曲をエディットするとどうなる。実はさらに音量を上げられたりする。さらに音量を上げた曲をまたセーブして、セーブした曲をまたエディットで音量を上げる。5回もやったら真っ黒になっちゃった。これを再生したらどうなるかな。聞く前に再生音量を極端に落とそうね。そのまま聞いたら耳が壊れちゃうよ。光の粒が踊り出す。
限界を超えて音量を上げてしまうと特有のノイズが発生するよ。これはクリッピングノイズと呼ばれていて、基本的に音楽で出してはいけない音。まあこの音を意図的に使う音楽も実際は結構あったりするんだけど、スノはこのクリッピング対策として生成される曲の音量をかなり抑えている。どの曲をエディットしてもこの曲のように黒い部分と上弦の間はかなり余裕があるよ。だからエディットで音量をマックスにしてもクリッピングが発生することはまずない。エディットを繰り返して音量を上げ続ける。ノイズが発生するのはそんな時くらいだよ。スノの曲はむしろ音量の上限まで余裕がありすぎるくらいだから、曲全体の音量を少し上げた方が普通の曲に近づくかもしれないね。ここまでエディット画面の説明をしてきたけど、まだ全体の半分も解説できてない。これは1本の動画にするのは無理だね。エディット解説は前後編の2本の動画に分けるよ。現在のエディットは不具合っぽい挙動も多い。今回解説した音量を上げ続ける方法も不具合として修正されるかもしれないね。かなり危険な曲が作れちゃうから、後編の動画は1週間くらい待って、挙動が安定してから作ることにするよ。それじゃ、またね。